嗨，明道三哥，你叫你我也是。这次的主题是观光日语完整版。好，那三哥请给我一分钟说明。好，那这次的音变式都是跟日本旅游有关，所以先学一下旅游常用到的动词，然后接着看句型，像我想要这个，或者我想去某某等等，就是表达自己的要求的用法。然后呢，后面接着看，哎、呃，电车或者问路、计程车、餐厅。 住宿等等的一些场面，日文，嗯，先可能学一下名词，然后学一下句型等等。好，那说明呢有讲义 PDF 的，还有目录，所以大家自己有兴趣的地方开始看也 OK。好，那大家的话看完觉得有用、有学到的话，请帮按赞或者订阅我的频道。好，那也非常感谢大家的赞助。好，那目前因为疫情的关系，就还不能安心的出国，但希望。 哎、欸，就是早一点，疫情就结束，大家可以安心的去日本旅游。好，那趁现在就大家一起准备吧。好，那我们开始上课。嗨，皆さんこんにちは。伊能です。从这次开始学习新的系列，就是观光日语。好，大家去日本旅游的时候呢，有没有遇到？ 哎，没办法讲不出日文，或者没办法跟服务生沟通，有没有这种经验？嗯，应该是有嘛。啊，那我花蛮多时间整理跟旅游有关的日文，好，这个是新的系列，所以先稍微简单介绍一下。好，这一支的影片呢，我们先学习跟旅游有关的动词，像拿行李的拿，或者哎付钱的付，或者哎换电车的换等等。 旅游的时候常用的动词，先了解六十六个啊，然后下字我们学一下，就是常用的句型，像拜托的方式、欸，我可以放行李吗？嗯，或者、欸、可以刷卡吗？等等，欸、拜托啊，确认那一些的用法，好，然后后面也要看一下情境的练习，像交通的话，先了解跟交通有关的单字，然后。 也看一下，诶、欸，交通的时候用的绘画，像电车的绘画，或者诶、欸，巴士的绘画等等啊。那这个地方我会分，诶、欸，交通，诶、欸，住宿、饮食，还有购物，还有观光这五个。好，那这个后面我们就是仔细看。好，那这个影片呢，我讲义放在诶、欸、说明栏那边，所以如果需要的话，可以先列印出来，开始上课。 好，那大家一样看完觉得哎、欸、有学到还不错的话，就请帮我按赞或者订阅我的频道。好，那我们开始。三个。取ります。拍。拍照。写信を撮ります。写信を撮ります。持ちます。拿 な、心理。荷物を持ちます。荷物を持ちます食べます。吃,吃早餐。朝ごはんを食べます。朝ごはんを食べます飲みます。 水,水,を飲みます水を飲みます。送ります。孫に到車站駅まで送ります。駅まで送ります。迎えに行きます。 去接に到车站。駅まで迎えに行きます。貸します。借给别人把借給朋友。友達に傘を貸します。友達に 傘を貸します。借ります。跟別人借。跟朋友借浴衣さす友達に傘を借ります。買います。まい 毎屠山。お土産を買います。帰ります。ほい、い台湾。台湾へ帰ります。台湾へ帰ります。すいませ そうししんタバコを吸います。タバコを吸います。入ります。进去进去餐厅レストランに入ります。レストランに入ります。 もらいます。收到うだ。收到房间的う匙部屋の鍵をもらいました部屋の鍵をもらいました。教えます。告诉。教。教他怎么走 彼に道を教えます。彼に道を教えます見ます。かん。かんふすさん。富士山を見ます。はきます。つわん。 篠子越、靴を履きます。使います。すよん、四四カー。クレジットカードを使います。 歩きます走走る道を歩きます道を歩きます。言います说跟店源说。お店の人に言いますお店の人に 言います。急ぎます。がん。ちにがんかい。急いでください。歌います。ちゃん。ちゃ 歌を歌います。歌を歌います。売ります。買、買票。チケットを売ります。チケットを売ります。置きます。ファン。 ファンシ心理。荷物を置きます。荷物を置きます。かぶります。だい。だいまうつ。帽子をかぶります。帽子をかぶります。 触ります。ポン、も、動物に触ります。出します。拿出、把钱拿出来。お金を出します。 お金を出します。作ります。作、作計画書、計画書を作ります。計画書を作ります。手伝います。帮忙、帮忙工作。 仕事を手伝います。仕事を手伝います。泊まります。住、住飯店、ホテルに泊まります。ホテルに泊まります。取ります。 ななじゃんよ。醤油を取ります。醤油を取ります。なくします。椅子。ばちんばを飲んでよ。財布をなくします。財布をなくします。 乗ります。大車、大電車。電車に乗ります。電車に乗ります。降ります下車、下電車。電車を降ります。電車を降ります。 払います付、付钱。お金を払いますお金を払います。話します講話聊天、跟朋友聊天。 友達,と話します友達と話します。待ちます。等等公車バス,を待ちますバスを待ちます。呼びます。叫 叫、計程車、タクシーを呼びます。タクシーを呼びます。渡ります。こう、こう回る。道を渡ります。道を渡ります。 開けます。高い、高い包包。カバンを開けます。カバンを開けます。入れます。放进去。把钱放进钱包里。財布にお金を入れます。 財布にお金を入れます。買えます。換。把台币換成日币。台湾ドルを日本円に換えます。台湾ドルを日本円に換えます。来ます。 穿,穿衣服。服を着ま,ます。閉めます。罐罐窗す。窓を閉めます。 捨てます。丟掉。把垂塞丟ゴミを捨てます。ゴミを捨てます足ります。g 钱不垢。お金が足りません。 お金が足りません。乗り換えます。換車在大阪車站換車大阪駅で乗り換えます。忘れます。忘記 忘记要死。鍵を忘れました。曲がります。转弯。在那个红绿灯、转弯。あの信号を曲がります。あの信号を 曲がります。落とします。のんてょう。ばあちゃを落とします財布を落とします。探します。さ ザオ・タンディンレストランを探します。レストランを探します。温めます。チャラバ弁当を温めます。お弁当を温めます。 包みます。包装。把礼物包装。プレゼントを包みます。並びます。排队。在店前排队。 お店の前に並びます。お店の前に並びまにびすかかります。需要花。從大,大阪から神戸までは900円かかります。 大阪から神戸までは900円かかります。押します。案。案行。ボタンを押します。記入します。シエさん。 写上名,字名前を記入します。名前を記入します注文します。点餐点皮醤ビールを注文します。 ビールを注文します。案内します。台路介紹。介紹進路京。京都を案内します。運転します。開车。 会社車,車を運転します車を運転します見学します参观参观美術館美術館を見学します 美術館を見学します。紹介します。介绍台湾,台湾を紹介します。台湾を紹介します。心配します。男心。 不要淡心。心配しないでください。説明します。説明、说明使用方法使い方を説明します。 使い方を説明します。掃除します。ダーサオ。ダーサオファンェン。部屋を掃除します。部屋を掃除します。電話します。打電話。 打電話给饭店ホテルに電話します。ホテルに電話します。予約します。预約预约餐すレストランを予約します。 好，如何呢？有学到了吗？好，这一支的动词是，哎、呃，旅游常用的动词，一开始可以用 s 式型学起来，然后呢，下次我们学一下常用的句型，像、ましょう、ませんか、でもいいですか，就是拜托啊、确认啊那一些的用法也是非常重要哦。好，那大家看完觉得诶有学到，就请点赞或者订阅我的频道。好，那就下次的课见哦，拜拜。 嗨，明江山，欢迎你加入我。这是这一次的观光日语，主题是日本旅游最常用的句型。好，那在这里主要学五个。第一个，表达要求的用法，嗯，像我想去某某，或者我想要这个，或者给我这个等等，这、就是自己的要求的用法。好，第二个是拜托、哦，嗯，像请你帮我拍照。 或者请你保管行李等等，就是拜托的时候的用法啊。那第三个确认许可，像去一个景点，就跟导游说诶：“我可以拍照吗？我可以进去这个地方吗？”等等，就是确认许可的用法。好，那第四个邀请，嗯，可能去旅游，然后就交到朋友，然后就跟他说：“诶要不要交换 n e 或者要不要一起吃饭？”等等。 这是邀请的用法，好，那第五个主动帮忙的用法，像呃朋友拿很重的东西，很重的行李，就跟他说，呃、我要不要帮你拿？嗯，就是主动帮忙的用法啊，主要呃学这五个，然后呢，当然也要学回答的方式，嗯，所以后面学一下回答的方式，好，那里面的句子呢，就是旅游的时候常听到的句子，所以一定要学习的。 好，还有这个诶句型，生活中也是常听到，所以大家不管要不要去日本旅游，还是要学起来，非常重要。好，那这个我们一起学起来哦。我们开始上课。好，那我们先看一下表达要求的用法。好，什么叫表达要求？比方说，我想去东京车站，或者我想要这个这个手表，或者给我这个面包。 等等、就是表达自己的要求的时候的用法。好、这边选一下三个。好、第一个動詞マス形加たい。好、它的意思是想做某一些行为。比如说想去日本等等。好、那看第一个例子。我想マイ电脑パソコンを買いたいです。パソコンを買いたいです。好、買す買います。 那个まず s るかじゃあ、買いたい。就是想买的意思。好、那看第二个、我想去、東京、ディズニー。東京ディズニーランドへ行きたいです。東京ディズニーランドへ行きたいです。行きます。改善行きたい。就是想去。好、那看第三个否定我不想喝酒。お酒を。 飲みたくないです。お酒を飲みたくないです。うん、飲みますは、不想喝飲みたくない。そうう、想做的は、ますしんじゃったい。否定的 the other は、ますしんじゃたくない。これます要去掉 OK。では、那第二个用法名詞が欲しいです。た、うん、的意思是我想要 这个东西う。ビルソー、おしゃこれが欲しいです。これが欲しいです。好再看一个我想要这个面包このパンが欲しいです。このパンが欲しいです。フォーディンやおつい。ビルソお酒は欲しく。 ないです。也是可以听得懂だ、当然、不要、もも的す。候う、用いりません。お酒はいりません。お酒はいりません。うん。それ、這邊要注意。我想要、這個、是、名詞が欲しいです。う那、如果、不要的ほ用いりません。OK。好。那、看第三個。名詞をください。好 ください是給我的意思。所以、给我这个。好。给我这个。これをください。好。那、给我这个面包。う就是、给我一个这个面包。このパンを一つください。このパンを一つください。好。那、在车站那边、给我一张票。切符を一枚ください。切符を一枚。 ください。うん。よ了解吗好。ラーメン就是最後稍微練習呂。好。第一個。明天我想吃ラーメン。怎么说呢好。吃、食べます。好。前句は。明日ラーメンを食べたいです。明日ラーメンを食べたいです。嗯食べます。改善、食べたい。OK。好。那第二個。 タン蛋,蛋,、no. 蛋糕就是ケー。キ整句ー。このケーキをください。このケーキをください。好 OK 好的第3問。お部屋大豆。嗯可能便利三点。好不要帶子好帶子是袋整句話。袋はいりません。袋は。 伊迪马线，嗯，不要某某的时候，通常会用伊迪马线。OK，好，第四个，给我一张票。好，票就是 h i c k e t 好，整句话 h i c k e t 一张，给我塞。ticket 一张，给我塞。嗯，就是买门票的时候也可以用这一句。好，那看第五个，我想要那样的衣服。嗯，可能在逛街，就是买衣服的时候。 何やんだいふあんな服好、全句話安ん服が欲しいです。あんなが欲しいです。よりあげま。うん。そう如果是、どんずで想做的話、マスシンじゃ足然後、想要モモ、某某名字が欲しいです。好那如果、给我某某名字をください。 这个句型常常会用到。好，那接着看一下拜托的方式。好，什么叫拜托呢？比方说，帮我拍照。嗯，可能去旅游的时候跟别人拜托，帮我拍照好吗？好，大家一开始可能学的是“写信哦，撮ってください”，就是提醒加“ください”，就是请你做这个动作的意思。对，用这个也可以，但还有很多的说法。 比如说、写真を撮っていただけないでしょうかって、いただけないでしょうか ?This is 非常客气的な方法。はい。写真を撮ってもらえませんかって、もらえませんか也是拜托的用法法。って、ください。也是簡単的。うん。じゃあ、請求する動作。う也是客气。好那如果、跟朋友或者跟家人的に 写真撮って、只有用て这样就 OK。好。那、大家去日本旅行的時候、用哪一个最好好。我建议大家用てもらえませんか写真を撮ってもらえませんかもらえません。用フォーディン、就还蛮客气。嗯如果是用ていただけないでしょうか这个我ちゃ太客气了。所以、てもらえませんか是刚々好嗯。所以我建议大家用这个。 好。那、我们就、多感率、了解一下。好。第一个、幫我保管行李好吗う可能大家到了饭店、但还没有到チェックイン的时间然後、幫我先保管这个心理好吗好保管、荷物を預かります。好。前句は、荷物を預かってもらえませんか荷物を預かってもらえませんか帮我保管一下这个心理。可以吗这种意思。 OK. 好那第二個。帮我叫基程車好吗好叫基程車。タクシーを呼びます。前週話。タクシーを呼んでもらえませんかタクシーを呼んでもらえませんかうん。それ呼んでいただけないでしょうか也是都いすと、かい。呼んでもらえませんか是最好。うん。尴尬好。好那第三個。告诉我 LINE 好吗 オスラインを教えます。前週話ラインを教えてもらえませんかラインを教えてもらえませんかじゃあ。好。那第四個。パンをな、ねが、好ま。ちょ就是很远的东西。帮我拿那个东西可以吗好那拿是取ります。所以て前週あれを取ってもらえませんかあれを取ってもらえませんか 取ってもらえませんか帮我拿何ですか ?OK, 那第五個。借給我雨衣好吗嗯可能就是在饭店、刚好出面的时候下雨、然后跟饭店内に就说就借給我雨浴可以ん好吗好那借貸します。好整句は傘を貸してもらえませんか傘を貸してもらえませんか嗯 可以跟你们借雨伞可以吗？那个意思。OK。好、那第六个、帮我加热便当好吗？う加热便当可能就是便利商店嘛。好、那加热、温めます。好、整句话、お弁当を温めてもらえませんか？お弁当を温めてもらえませんか？う通常在便利商店买的时候、服务、哎、服务员会问你。

持ってきてもらえませんかうん。な、お茶よんてがええかい。えー、つじけんたみそ、スプーンをください。です、みんつをください。这个用法也是え以好、那第八个帮我关冷气好吗好、关消します。全んじゅうは。くを消してもらえませんかくうらを消してもらえませんかおけ。あなディチョー 用用日文讲好吗嗯他可能用英文但是我听不太懂可語で話してもらえませんか日本語話、話してもらえませんか在旅遊的時候、候迷路了 <laughs> 帮我寫地圖好嗎好，んか 書きます。前週は、地図を書いてもらえませんか地図を書いてもらいます、えー、もらえませんか書いていただけないでしょうか書いてもらえませんか書いてください。とくい。た、おちょらかんかんはだす。書いてもらえませんかつが4法 o、okay, k ま y、あ、ma。つい、バイトですほう、ジョス、てください。ことは、ていじゃもらえませんか可能ジョス、えー、ずいは o k 好、那接え看一下確認許可え用法 好，那接着看一下确认许可的用法。好，旅游的时候呢，就会说，哎、欸，我可以进去这里吗？或者我可以碰这个吗？或者我可以拍照吗？等等，常常会用到，就是确认或者许可的用法。好，那看一下它的语法，动词、贴形加いいですか？好，比如说我可以拍照吗？好，拍照、写信哦。 撮ります。お買いっぱ吗写真を撮ってもいいですか写真を撮ってもいいですか停心じゃあもういいですか ?OK, ma'am. 那、我们看一下就是几个例子た第一个我す。不可以吃这个い蛋糕好。吃蛋糕。ケーキを食べます。好可以吃这个蛋糕吗このケーキを 食べてもいいですかこのケーキを食べてもいいですかじゃあ、じゃあ。OK? 好。第二個。えー、かぶっか在這裡抽烟。好。現在日本很多地方就不能抽烟。うん。えー、在這裡可以抽烟吗抽烟。タバコを吸います。好。可以抽烟吗タバコを吸ってもいいですかここで在這裡。ここでタバコを吸ってもいいですか OK? 好第三個、可不可以坐在這裡うん、可能電車或者餐厅我可以坐這裡嗎好、座、座ります。好、住宅要注意。ここに座ってもいいですかここに座ってもいいですか那个に要注意喔。好、那第四個、かぶっかい給我這個うん、可能就是有一些单子啊、那一些、我可以、给我,给,給我這個可以嗎 なすもらいます。それをもらってもいいですかこれ。これをもらってもいいですかこれな、那らってもいいでこれをもらってもいいですか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 これをもら用いますかいますか用しこれ 使ってもいいですかこれ、使ってもいいですか何か数字だ、お、散々會戦略。好。那第六个我、か不かいポン、つい、うん、か。うん、东西毎年だ。お土産だ、店は。う那、ポンス、触ります。全日は。これに触ってもいいですかこれに触ってもいいですか可以ポンマー。ないぞ。OK。那第七个か不かい進去。 句话この部屋に入ってもいいですかこの部屋に入ってもいいですかあ、は、ディバーガかぶか在後去る。では、私は、家族で帰ってきて、他人は、かぶかい在过去る。で可可在过去,好那现在过去今から行きます。では、那可ぶか可在过去 今から行ってもいいですか今から行ってもいいですかじゃあ。第九個。可不可以关窗户。好关、閉めます。好、全句は。窓を閉めてもいいですか窓を閉めてもいいですかじゃあ。好、那、看第四個。可不可以关冷气、えー。冷、電器用品の鑑、開拳鑑、 つけます消します。这个要注意。好。那、この時、クーラーを消します。株価一番、クーラーを消してもいいですかクーラーを消してもいいですか o k a 所以 a s o eh, 旅行です。え、要确认でう需要集的时す。よ、てもいいですか用这个が重 o k 好，那接着看一下邀请的方式。好，邀请是比如说，诶、欸、我们要不要一起，哎、呃，去逛逛，或者要不要一起拍照等等，就是邀请的用法。好，那它的语法是动词マス形マス去掉加マセンカ。好，比如说要不要我们一起拍照，就是邀约。好，拍照写信を撮ります。好，那邀请。

行きませんか ?OK 好。好那看第3個哦。要不要一起、搭地程車。タクシーに乗ります。全句話一緒にタクシーに乗りませんか一緒にタクシーに乗りませんか ?OK 好。好第四個。好。这个很重要。我們要不要交換 LINE。嗯。就是、可能、就是交了朋友。要不要交換 LINE。 交換ラインを交換します。好全句話。ラインを交換しませんかラインを交換しませんか这样就 OK。好那第五個要不要一起喝茶うん、喝茶。お茶を飲みます。一緒にお茶を飲みませんか一緒にお茶を飲みませんかじゃあ。第六個 要不要一起回家？嗯，要不要一起回去也可以。好，回去。帰ります。好，要不要一起？一緒に帰りませんか？一緒に帰りませんか？好，这这一句话，哎、欸，不管旅游，我们就平常也会常常会用到嘛。好，OK。好，第七个，要不要休息一下？嗯，可能就是走太累了，要不要休息一下？好，休息。ちょっと休みます。好，这句话。 ちょっと休みませんかちょっと休みませんかやべや少子一下。うん、なんかいいです。好。第八个。や不要一、去看富士山。うん、富士山很漂亮。好。看富士山。富士山を見に行きます。好。前週は。一緒に富士山を見に行きませんか一緒に富士山を見に行きませんかじゃあ。Okay。第九个。 要不要聊一下？うん可能有碰到朋友ぴやせも。え、おめやべやりいしりう、好聊話します。んおしゃべりやかい、たんおちします比較用。ぴちゃさんよ。あ、前ぜは、ちょっと話しませんかちょっと話しませんかうん。ぴちょっと喫茶店で話しませんかうん。おめざいカフェティンさわりりょいしゃば。ないぞ。o k ケー。は第十し最が、ぜいは、おめやべやいちわん。わんす。 遊びます。好，那前句话，一緒に遊びませんか？一緒に遊びませんか？好，那大家也是去日本嘛，嗯，然后在当地就是交个朋友，然后说、欸、要不要交换 LINE，或者我们一起明天一起出去玩吧，等等邀请的情况就会常常会出现。那这种时候用 m u ます形 s す去掉じゃませんか、嗯？一緒に遊びませんか？这种用法。 好，那接着看一下主动帮忙的方式。好，什么样的诶、呃、意思呢？好，比如说去旅游的时候呢，朋友拿很重的诶，可能欧米茄或者行李，就跟他说：“哎，我要不要帮你拿？”嗯，就是主动帮忙。或者去旅游逛逛景点，有人想、啊、就是拍照，但找不到好像拍照的人，要不要帮你拍照？也是主动帮忙嘛。主要这些的用法。 好，那它的语法是 must 型，s 去掉，加ま修嘎うか。上自学的ませ嘎是邀请嘛？那ま修嘎是对方可能有一些困扰，然后跟他说，哎、欸，要不要帮你做某一些行为？比如说，要不要帮你拍照？好，拍照，写信哦，撮ります。写信哦，撮りましょうか。 嗯，可能就是他找不到拍照的人，就跟他说：“诶、欸、要不要帮你拍照？”写信哦，撮りましょうか，所以ましょうか，晚，生也是晚上、嗯。这是主动帮忙的用法。好，那我们就是多看旅游比较常用到的一些句子啊。那第一个，要不要帮忙？嗯，可能就是有一些人困扰，诶、欸、要不要帮忙？好，帮忙是手伝い所以要不要帮忙？手伝いましょ 手伝いましょうかじゃん。第二个、やあやばにな心理。うん。荷物を持ちましょうん。あん。う、okay? ん。う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 あうん。うん。あん。うあうん。うん。あん。あん。う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 うん。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 あん。うあうん。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 ううん。ううあん。うん。うん。う 全句話は。案内しましょうか案内しましょうかお、やぶやばんに出る、え、ジャ地方。案内しましょうかじゃんじ OK? 好、第四个。要不やば你に加热便当。んジャガ便利三店好。な、加热便当。お弁当を温めます。好。な、店員可能会说、お弁当を温めましょうか嗯お弁当を温めます。 温めましょうかや不要帮你加熱便当呢じあ。回答方式、等一下我们一起看好第五个要不要帮你チェに、迎えに行きます。やべやばに、チェ、迎えに行きましょうか迎えに行きましょうか嗯可能、ファン店の人は言大家说です。やべやば第六个 要不要帮你打扫好这个饭店？有一些饭店的人也会问，就是客人，好打扫是掃除哦，します。要不要帮你们打扫？掃除哦，しましょうか。掃除をしましょうか。嗯，这样好。那第七个，要不要帮你关冷气？嗯，朋友可能穿的比较薄的东西，所以哎可能会冷诶。要不要帮你关冷气？好，关。 クーラーを消します。クーラーを消しましょうかクーラーを消しましょうか要不要把握しないでく第八個要不要把你し明使用方法さい。可能就是、朋友或者谁就是好像操作有一点困難的な子就跟他说、要不要把握しないでください。使い方を説明します。所以使い方を 説明しましょうか使い方を説明しましょうかうん。要は、にしょみま。うん。な、だな、いえかいそう。手伝いましょうかや不や帮忙也い可以かい。あ、で、じょうが。やや包装。うん。え、百公司的地下、甜点店ま。うん。じゃやべや包装。好包装し、ラッピングします。うん。な。ラッピングしましょうか

spoon をお持ちしましょうか。好，这是服务生讲的一句话。嗯，要不要帮你们拿那个单子拿过来？那个意思。OK 吗？所以，诶、呃，旅游中也会用到。诶、欸，要不要帮你做什么？嗯，是哟，马修卡。好，那这个用法的话，可能就是店员或者饭店的人，嗯，就是服务生对观光客。 比较会常讲的一句话，就是比较常用的用法。那接着看一下，诶、呃，回答的方式。好，那接着看一下回答的方式。好，前面我们学了什么？拜托啊，或者邀请啊，诶、呃，主动帮忙等等这些的用法啊。那会话，所以回答的方式也非常重要。那我们看一下，好，第一个，你是台湾人吗？嗯，用日文怎么说？ あなたは台湾人ですかうん。だか前面的あなたは通常会選択。台湾人ですかあ如果是。はい、そうです。はい、そうです。這樣就好。あ那如果不是。い,いえ、違います。日本人です。い,いえ、違います。日本人です。うん。不是。我是日本人。うん。這樣回答就 o、OK、k 好。那、接着看第二個。帮我拍照好吗 うん。じゃ拜托だ用法。怎么说まう写真を撮ってもらえませんか写真を撮ってもらえませんかうん。じゃあ、バンゴ好ま。请你帮我拍照那如果可以いいですよ。いいですよ。就是好啊那いぞ。な、ルゴープシンすみません。ちょっと、就是っ不好意思。有一点、点点点。うん。 通常不太会说ダメですダメ就是不行的意思但日本人就是比较爱模糊所以不好意思有一点点点,点就对方知道那个意思嗯。或者也可以说すみません今時間がないんで嗯ないので也可以就是不好意思现在有一点赶时间没有时间嗯这种拒绝的方式好、OK 那第三个可不可以拍照 好这个是问对方许可我可以拍照吗可不可以拍照写真を撮ってもいいですか写真を撮ってもいいですか好如果是可以的话有哪一些呢じゃあはい、いいですよ。うん或者はい、大丈夫ですよ。或者どうぞ嗯可能どうぞをじゃあ餐厅。就是寝的意思。どうぞ。好那如果不行的话可能会说いや、すみませんちょっと。 或者ダメです、就ョーヘンソー所以、うん、おじゃ、餐到的あ、すみません、ちょっと、点点点うん、这種用法。o、okay. k 好、那看第四个。要不要一起拍照。好、这个是謡言嘛。我め一起拍照。要不要一起拍照好。写真を一緒に撮りませんか好、なるど好は、我め一起拍照吧。いいですね。或者いいですよ。どうかいい。う 或者呃如果不方便的な話、いや、すみません、ちょっと。或者啊ごめんなさい、いつかい o k 好。那看第五個。要不要帮你拍照好要不要帮你是主动搬忙是不是大家有一点混乱了嗯大家可能就是看完這個影片再整理喔。就是要不要帮你拍照主动搬懒。写真を撮りましょうか写真を撮りましょうか嗯

うん、スプーンはいりますかうん。な、るごいやだは、はい、お願いします。はい、お願いします。あなあ、るご不よあ、結構です。大丈夫です。いいです。いりません。いりませんよ点強的ちゃんだ感じ。たす、いずかい。うん。な、おだはかあ大丈夫です。うん。そうんさんでやべやたや,やつ。え、袋いりますか 大丈夫です。这种用法也是常听到的。OK，好，大家如何呢？好，这次学的旅游的时候常用的句型，我觉得生活也会常用到，所以大家多复习一下哦。OK，好，如何呢？有学到的吗？好，的确里面的句型都很像，所以比较容易搞混。那大家的话就是整理之后，尽量自己多造句，就是比较容易吸收。好。 那影片也有讲到，这个生活中也会常听到，所以多复习哦。好，那大家看完觉得有用、有学到，请帮按赞或者订阅我的频道。好，有什么问题欢迎留言给我。好，那今天的课到这边，拜拜。表达要求 m u s s 型加态。 名詞が欲しい。名詞をください。我想买店のパ,パソコンを買いたいです。我想去東晋ディズニー。東京ディズニーランドへ行きたいです。東京ディズニーランドへ行きたいです。 我不想喝酒お酒を飲みたくないですお酒を飲みたくないです我想要這個これが欲しいですこれが欲しいです我想要這個麵包このパンが欲しいですこのパンが欲しいです タイツ。袋はいりません。チンに毛をついか。これをください。これをください。毛を一旦つわぴょう。切符を一枚ください。切符を一枚ください。 明天我想吃ラーメ明日ラーメンを食べたいです明日ラーメンを食べたいです給我這個蛋糕このケーキをくださいこのケーキをください給我一張票チケットを一枚ください チケットを1枚ください。お想要のやんだ衣服。あんな服が欲しいです。あんな服が欲しいです。拜托事情。停診じゃもらえませんか帮我保管行李好吗 荷物を預かってもらえませんか荷物を預かか。ってもらえませんか帮我叫車好吗タクシーを呼んでもらえませんかタクシーを呼んでもらえませんかラインを教えてもらえませんか ラインを教えてもらえませんか。パモナネガハマ、あれを取ってもらえませんか。あれを取ってもらえませんか。借给我雨伞好吗。傘を貸してもらえませんか。 傘を貸してもらえませんか我加熱便探好吗お弁当を温めてもらえませんかお弁当を温めてもらえませんか我拿过来スプーンを持ってきてもらえませんか スプーンを持ってきてもらえませんかパンを買うに好きま。クーラーを消してもらえませんか用日文讲好ま。せんか日本語で話してもらえませんか を写地,図好吗地図を書いてもらえませんかチェーンシュク。確認許可提心。もういいですか株替えつつがだんご。このケーキを食べてもいいですか このケーキを食べてもいいですか株価いざいつありそう言えここでタバコを吸ってもいいですかここでタバコを吸ってもいいですか株価いざいつありここに座ってもいいですかここに座ってもいいですか 株会芸を追加。これ、もらってもいいですかこれ、もらってもいいですか株会4追加。これ、使ってもいいですかこれ、使ってもいいですか株会ポン追加。これに触ってもいいですか これに触ってもいいですか?。株価エジンがファンチェン。この部屋に入ってもいいですか?。この部屋に入ってもいいですか?。株価エジン在庫中。今から行ってもいいですか?。今から行ってもいいですか?。 株ぶかいさんふ。窓を閉めてもいいですか窓を閉めてもいいですか株こんのんち。クーラーを消してもいいですかクーラーを消してもいいですかやおちん。マっしん。ませんか 一緒にご飯を食べませんか一緒にご飯を食べませんかやべやいち人類一緒に京都へ行きませんか一緒に京都へ行きませんかやべやいちたちさんつ

一緒にお茶を飲みませんかやぶやいちほえちゃん。一緒に帰りませんか一緒に帰りませんかやぶやしょし医者。ちょっと休みませんかちょっと休みませんか やべやいち中間風水さん。一緒に富士山を見に行きませんかちょっと話しませんかちょっと話しませんかやべやい 一緒に遊びませんか一緒に遊びませんかつうどんばんまん。まっしんじゃましょうかやべやばんまん。手伝いましょうか手伝いましょうかやべやばんになしんり、心理。 荷物を持ちましょうか荷物を持ちましょうかやばやばにいたる。案内しましょうか,案内しましょうかやばやばに加熱ら当お弁当を温めましょうか お弁当を温めましょうかやぶやじえに。迎えに行きましょうか迎えに行きましょうかやぶやパニダーサ掃除をしましょうか掃除をしましょうかやぶやパニ quan 連チ。 クーラーを消しましょうかクーラーラやべやばにょうみんすよんファンファ。使い方を説明しましょうか使い方を説明しましょうかやべやばに包庫。ラッピングしましょうか ラッピングしましょうかやべやばにバータンツなごらんスプーンをお持ちしましょうかスプーンをお持ちしましょうか 嗨，民乐三国女教育，我这是这次的观光日语主题是电车。好，我们开始选情境的练习。好，这一次主题是电车。那下次可能是诶、欸、问路啊，或者搭飞机，或者饭店、餐厅等等不同主题。好，那情境练习，我们先看关联的单字，然后再看重要的句型，然后再看必备的句子，可能就是背起来比较方便的句子。然后最后。 看比较常听到的绘画 o k 好，那讲义的话我一样放在诶、欸、说明栏那边，可以先列印出来开始上课。好，那大家看完觉得诶、欸、有学到不错的话，就请把我按赞或者订阅我的频道。好，那对会员有兴趣的话，也欢迎参加我的会员。好，那么加油、哦，开始上课，必备单词，o プ y 吧。 切符売り場緑の窓口緑の窓口券売機券売機切符切符乗車券乗車券特急券 特急券スイカスイカイコカイコカ一日乗車券一日乗車券生産期生産期 チャージの機械、チャージの機械。コインロッカー、コインロッカー。公衆電話、公衆電話。エレベーター、エレベーター、エスカレーター。 エスカレーター、ATM、ATM、トイレ、トイレ、地図、地図、改札、改札、出口。 出口東口、東口、西口、西口、北口、北口、南口、南口、一番ホーム。 一番ホーム一番線一番線新幹線新幹線特急特急快速快速急行,急行 普通、普通。発車、発車。毎車票。切符を買います。通通、スイカ。スイカをチャージします。スイカをチャージします。 換車大阪駅で乗り換えます大阪駅で乗り換えます上車大阪駅で電車に乗ります大阪駅で電車に乗ります下車大阪駅で電車を降ります大阪駅で 電車を降ります。「重要中心」在哪あり、所在哪あトイレはどこですか?「トイレはどこですか?」。切符売り場はどこですか?「北口はどこですか?」。 エレベーターはどこですか一番ホームはどこですかえ、おしゃん、該怎么办おしゃん買車該怎么办切符を買いたいんですが、どうしたらいいですか 切符を変えたいんですが、どうしたらいいですか東京駅へ行きたいんですが、どうしたらいいですかスイカをチャージしたいんですが、どうしたらいいですかスイカをチャージしたいんですが、どうしたらいいですか コインロッカーを使いたいんですが、どうしたらいいですか必备術。賃貸<坐>。よかったらどうぞ。よかったらどうぞ。この電車は停在東京車站吗 この電車は東京駅に止まりますかこの電車は東京駅に止まりますか需要換車吗乗り換えは必要ですか乗り換えは必要ですか到神户車站、大概需要几分钟。

株価いちゃお、うピアチだすよファンファ。券売機の使い方を教えてもらえませんか。券売機の使い方を教えてもらえませんか。请你给我一张一日券。一日券を一枚ください。 一日券を一枚くださいこのチケットは使えますかこのチケットは使えますかワン新宿市幾号月台新宿行きは 南阪ホームですか新宿行きは南阪ホームですか我想去住地在哪个车站下车好呢築地へ行きたいんですがどの駅で降りたらいいですか築地へ行きたいんですがどの駅で降りたらいいですか 我不小心把行李忘在電車上荷物を電車に忘れてしまいました荷物を電車に忘れてしまいました不小心把車票弄丟切符をなくしてしまいました 切符をなくしてしまいました。不小心票。票吗間違えて切符を買ってしまいました。払い戻しはできますか間違えて切符を買ってしまいました。払い戻しはできますか ペホイイ乗る電車を聞くすみません、この電車は神戸に止まりますかはい、でも次の快速の方が早いですよ。そうですか、何番ホームですか ?5 番ホームです。5分後に発車します。ありがとうございます。 すみません、この電車は神戸に止まりますかはい、でも次の快速の方が早いですよそうですか、何番ホームですか五番ホームです五分後に発車しますありがとうございます p p h e 乗り換えを聞く すみません、震災橋駅へ行きたいんですが、まずこの電車で大阪駅へ行ってください。それから大阪駅で地下鉄御堂筋線に乗り換えてください。ありがとうございます。すみません、震災橋駅へ行きたいんですが、まずこの電車で大阪駅へ行ってください。それから 大阪駅で地下鉄御堂筋線に乗り換えてください。ありがとうございますイホイホ。スイカをチャージする。すみません。スイカをチャージしたいんですが。まず、ここにカードを入れてください。次に、金額を選択してください。 最後にお金を入れてください。完了したらカードが戻ってきます。ありがとうございます。すみません。スイカをチャージしたいんですが、まずここにカードを入れてください。次に金額を選択してください。最後にお金を入れてください。

バイバイ,あホイ,ホイバイバイ也是バイバイ <laughs> バイバイ必備丹字交差点交差点信号信号 路地、路地角、角横断歩道、横断歩道一つ目、一つ目、二つ目、二つ目。 次の次の行き方行き方右右左左タクシータクシー運転手 運転手トランク、トランク。みるう、道に迷います。ぶしってしいました道に迷ってしまいました。 つづつぞ、まっすぐ行きます。まっすぐ行きます。地につづつぞ、まっすぐ行ってください。まっすぐ行ってください。こう回る、道を渡ります。道を渡ります。 道を渡ってください。道を渡ってください。重要住行在路口右,右に曲がります。交差点を右に曲がります。 信号、信号を右に曲がります。信号を右に曲がります。路地、路地を右に曲がります。路地を右に曲がります二つ目の角、二つ目の角を右に曲がります。 二つ目の角を右に曲がります。ダー電車需要は五分鐘。電車で5分かかります。電車で5分かかります。タクシー。 タクシーで15分かかりますタクシーで15分かかりますバスバスで30分かかりますバスで30分かかります歩きます歩いて1時間かかります 歩いて1時間かかります必備句子我想去東京車站該怎么去東京駅へ行きたいんですがどうやって行ったらいいですか東京駅へ行きたいんですが どうやって言ったらいいですか请你再说一遍もう一度言ってくださいもう一度言ってください请你帮我写地图地図を書いてもらえませんか

タクシーを呼んでもらえませんかタクシーを呼んでもらえませんか請你帮我打開後車箱トランクを開けてもらえませんかトランクを開けてもらえませんか請你停在這附近 この近くで止めてください。この近くで止めてください。ピーペイホイホイ。道を聞く。すみません。新宿駅へ行きたいんですが、どうやって行ったらいいですかこの道をまっすぐ行ってください。 まっすぐ行くと信号があるので、その信号を左に曲がってください。左に曲がると駅が見えますよ。どのくらいかかりますか歩いて10分くらいです。ありがとうございます。どういたしまして。すみません。新宿駅行きたいんですが、 どうやって行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。まっすぐ行くと信号があるので、その信号を左に曲がってください。左に曲がると駅が見えますよ。どのくらいかかりますか？歩いて10分くらいです。ありがとうございます。 どういたしましてピーペイホエファタクシーに乗るすみません渋谷駅までお願いしますかしこまりました次の信号を右に曲がってくださいこの近くで止めてください 1500円です。2000円でお願いします。500円のお釣りです。ありがとうございました。すみません。渋谷駅までお願いします。かしこまりました。次の信号を右に曲がってください。この近くで止めてください。 1500円です。2000円でお願いします。500円のお釣りです。ありがとうございました。 ーペイツーン2飛行機、飛行機。航空会社、航空会社。カウンター、カウンター。搭乗券、搭乗券。 搭乗口、搭乗口、空港、空港、第一ターミナル、第一ターミナル、窓側、窓側、通路側。 通路側「席」「席」「パスポート」「パスポート」税関「税関」「税関」「入国カード」「入国カード」「離陸」 離陸到着、到着乗務員、乗務員機長、機長免税店、免税店。 荷物、荷物、スーツケース、スーツケース、投運審理、荷物を預けます、荷物を預けます。把行李带进去。 荷物を持ち込みます。必备句子。可以给をもらえまま。毛布をもらえませんか 新聞をもらえませんか新聞をもらえませんかお水をもらえませんかお水をもらえませんかおーち一点怖いイヤホンの調子が悪いんですがイヤホンの調子が悪いんですが リモコンの調子が悪いんですが、リモコンの調子が悪いんですが、入国カードの書き方を教えてもらえませんか入国カードの書き方を教えてもらえませんか 我的心理没有出来。私の荷物が出てこないんですが。私の荷物が出てこないんですが。銀行はどこですか。銀行はどこですか バス乗り場はどこですかバス乗り場はどこですかビーペイホイホアイカウンターパスポートと予約表をお願いしますお預けの荷物はありますかこれと これをお願いします。スーツケースの中にライター等は入っていませんかはい、大丈夫です。窓側と通路側、どちらがよろしいですか窓側をお願いします。それでは8時までに10番搭乗口へお越しください。わかりました。 パスポートと予約表をお願いします。お預けの荷物はありますかこれとこれをお願いします。スーツケースの中にライター等は入っていませんかはい、大丈夫です。窓側と通路側、どちらがよろしいですか 窓側をお願いします。それでは8時までに10番搭乗口へお越しください。わかりました。お食事はお肉とお魚どちらがよろしいですか。お肉をお願いします。 お飲み物はいかがい,いたしましょうオレンジジュースをください。お食事はお肉とお魚どちらがよろしいですかお肉をお願いします。お飲み物はいかがい,いたしましょうオレンジジュースをください。 2。ペイホエファ3。入国審査。入国の目的は何ですか？観光です。滞在期間はどのくらいですか？1週間です。滞在場所はどこですか？新宿ビジネスホテルです。 申告をするものはありますかありません。入国の目的は何ですか観光です。滞在期間はどのくらいですか一週間です。滞在場所はどこですか 新宿ビジネスホテルです申告をするものはありますかありませんはい、みなさんこんにちは、井上ですぜひつ大観観日についてです 饭店好，去日本旅游呢，一定会住饭店嘛？那一定要了解跟饭店有关的单子，所以先看必备单子，然后接着看重要的句型，比如说进去，哎、呃，饭店的房间，哎、呃，某某有问题，像电视有问题或者浴室有问题，怎么跟服务生说呢？嗯，然后学一下，然后接着看，哎、呃，常用的必备的句子，然后最后看一下。 え、服務生跟客人的對話、嗯、也是多听一下。好。那、大家看完觉得有用有学到。麻烦、千我按讚、或者訂閱我的頻道。好。那我們開始三個。必備單字。ホテル。ホテル。旅館。旅館。 民宿民宿。洋室洋室。和室和室。シングルシングル。ダブルダブル。ツインツイン。スイート。 スイート、喫煙ルーム喫煙ルーム。禁煙ルーム禁煙ルーム。フロントフロント。ロビーロビー。コインランドリーコインランドリー。 ジムジム。大浴場大浴場。チェックインチェックイン。チェックアウトチェックアウト。ルームキールームキー。 オートロック、オートロック。朝食券、朝食券。バスルーム、バスルーム。シャワー、シャワー。冷房、冷房。暖房。 暖房、テレビ、テレビ。リモコン、リモコン。冷蔵庫、冷蔵庫。金庫、金庫。Wi-Fi, Wi-Fi. タオル、タオル。ドライヤー、ドライヤー。歯ブラシ、歯ブラシ。歯磨き粉、歯磨き粉。ひげそり、ひげそり。かけぶとん、 かけ布団、ボディーソープ、ボディーソープ。シャンプー、シャンプー。リンス、リンス。クレジットカード、クレジットカード。領収書、領収書。 キャンセル料キャンセル料。サービス料サービス料。チップチップ。じゃらんじゃらん。あごだあごだ。ホテルズ ホテルズ。一泊二日。一泊二日。二泊三日。二泊三日。三泊四日。三泊四日。四日あな、ジェザカンイシャツォンヤオダチューシ 好，那在这里学下三个很方便的句型。好，第一个，テレビの調子が悪いんですが、見てもらえませんか？好，它的意思，电视呢有一点怪怪，可以过来看一下吗？好，住饭店的时候呢，常常会有一些问题嘛，像电视有问题，或者诶、欸、浴室有问题，或者某某有问题。好，这种时候呢，可以讲。 名詞、然后加の調子が悪いんですが、就是、某某有点怪怪。那後面、也可以接見てもらえませんか就可以过来看吗那一种意思。好。那我们就是稍微練習一下。好。比如说、冷气有问题。好。冷气。冷房、或者、クーラー、也可以。冷房の調子が悪いんですが、 見てもらえませんか冷房の調子が悪いんですが、見てもらえませんかうんじゃあ、点、乖乖、可以过来看吗ナイ好。那再看一个。シャワー。好。シャワー就是冲着的な。好。這一次会常在有问题吗好。シャワーの調子が悪いんですが、見てもらえませんかシャワーの調子が悪いんですが、見てもらえませんかうん ?OK, マ、まあ。 所以呃、えー、就是っ進去房间然后觉得桃桃有问题、就可以打ディ给ゲ行然后说、ソ桃の調子が悪いんですが見てもらえませんかぜやんじゃオッケー好ながリモコンの使い方を教えてもらえませんかリモコンの使い方を教えてもらえませんかただ意思是、カブ可以教我 遥控器的使用方法。好。那、饭店也有一些、像遥控器啊、或者加湿器等等就、不知道怎么用。就、可以说、名詞の使い方を教えてもらえませんか嗯可不可以教我这个的使用方法。好。那、稍微練習。好。加湿器、加湿器。う因为日本的冬天比较干燥。 加湿器の使い方を教えてもらえませんか加湿器の使い方を教えてもらえませんかんじゃあ、じゃあ、はう。な、え、ではが、ばおしええー、金庫、金庫。金庫の使い方を教えてもらえませんか金庫の使い方を教えてもらえませんかそうい、よいしえとんし、ぶつあってもいいよ。ちょかい。の、no?、 使い方を教えてもらえませんか o k a 第三个重要的。傘を貸してもらえませんか傘を貸してもらえませんかかぶかい借我余産。那住飯店的時刻は、有時候会跟飯店借一些东西嘛。这种时候名詞を貸してもらえませんか就好。稍微練習。 ディが、ジャスチ、貸し付き。貸し付きを貸してもらえませんか貸し付きを貸してもらえませんかうん。ほつは、えー、なんか、高いピンズだ。栓抜き。栓抜き。栓抜きを貸してもらえませんか栓抜きを貸してもらえませんか 或者就是吹風的话ドライヤーを貸してもらえませんか等等就是跟だ店借的あ、候可以池を貸してもらえませんかはい。OK? 可以置換心理吗荷物を預かってもらえませんか荷物を預かってもらえませんか よ、Wi-Fi マチンガースウ Wi-Fi は使えますかパスワードを教えてください。Wi-Fi は使えますかパスワードを教えてください。早餐四几点到几点。

嫁を育う私の荷物が届いていませんか私の荷物が届いていませんかおばやおすわんざいフを部屋に忘れてしまいました。 鍵を部屋に忘れてしまいました。我把餃子弄丟了。鍵をなくしてしまいました。鍵をなくしてしまいました。かぶかいま延暫退房的時間。

ホテル周辺の地図をもらえませんか我应该会玩到到着が遅れそうです到着が遅れそうです我想取消 キャンセルしたいんですが、キャンセルしたいんですが、この金額は間違っていませんか ピーペーホエファーイ。到着が遅れる。すみません。今日予約しているチンですが、到着が遅れそうです。わかりました。何時頃になりますか多分、午後8時頃になります。わかりました。 それでは気をつけてお越しください。すみません。今日予約しているチンですが、到着が遅れそうです。わかりました。何時ごろになりますか多分午後8時ごろになります。わかりました。それでは気をつけてお越しください。 ビーベイホエファ、ア、チェックイン。予約しているチンです。チェックインをお願いします。お待ちしておりました。パスポートをお願いします。恐れ入りますが、こちらにご記入をお願いいたします。お客様のお部屋は、 302号室です。こちらがカードキーになります。こちらは朝食券です。朝6時から10時まで1階のレストランでご利用いただけます。それではお荷物をお部屋までお持ちいたします。お願いします。 予約しているチンです。チェックインをお願いします。お待ちしておりました。パスポートをお願いします。恐れ入りますが、こちらにご記入をお願いいたします。お客様のお部屋は302号室です。こちらがカードキーになります。 こちらは朝食券です。朝6時から10時まで1階のレストランでご利用いただけます。それではお荷物をお部屋までお持ちいたします。お願いします。ピペホエファ3荷物を預ける すみません。荷物を預かってもらえませんかはい。貴重品等は入ってないでしょうか大丈夫です。それではこちらの引き換え券をお持ちください。すみません。荷物を預かってもらえませんかはい。貴重品等は入ってないでしょうか 大丈夫です。それでは、こちらの引き換え券をお持ちください。ビーペイホス、トラブル。すみません。エアコンの調子が悪いんですが、見てもらえませんかわかりました。少々お待ちください。 すみません。エアコンの調子が悪いんですが、見てもらえませんかわかりました。少々お待ちください。ピーペイホエファウ、<う>チェックアウト。チェックアウトをお願いします。はい。宿泊料金が1万円です。 カードでお願いします。一括でよろしいでしょうかはい。領収書をお願いします。かしこまりました。チェックアウトをお願いします。はい。宿泊料金が1万円です。カードでお願いします。 一括でよろしいでしょうかはい。領収書をお願いします。かしこまりました。 大家さんこんにち n n y j o e s 这次的观光日语主题是购物。好，去日本旅游购物也是很好玩嘛。好，那等一下我们先看一下跟购物有关的单字，然后接着学一下重要语法，嗯，像四川的时候比较常用的语法，然后接着看一下必备的句子，可能背起来比较方便的句子，然后最后看一下店员跟旅客的一些对话。 好、那講義 PDF 的放在、え YouTube 説明な、大家可以練習。好、那大家看完觉得有用、え学到、不错的话、就请帮按赞或者订阅我的频道。好、那我们开始、三个、必背単字 depart、depart、スーパー。 スーパー市場市場コンビニコンビニドラッグストアドラッグストア100円ショップ 100円ショップお土産屋さんお土産屋さん,屋さん本屋さん本屋さんレジレジ 税込み税込み税別税別ポイントカードポイントカード会員カード 会員カード。一括一括分割分割レシートレシート 領収書領収書袋袋セールセール三割引き 3割引半額半額割引券割引券売り切れ売り切れお取り寄せ お取り寄せカバンカバンバックバッグク靴靴財布 財布服、服スカート、スカートズボン、ズボンアクセサリー、アクセサリー。 指輪指輪ネックレスネックレス化粧品化粧品ブランドブランド ちょうどいい、ぴったり、ぴったり、きつい、きつい、大きすぎます、大きすぎます。 四川衣服服を試着します服を試着します退貨カバンを返品しますカバンを返品します 交換。他のサイズと交換します。他のサイズと交換します。好，那接着看一下重要語法。好，那购物的时候用哪一些語法呢？嗯，试穿嘛，比如说，哎，可不可以试穿？或者帽子可以戴吗？或者鞋子等等试穿的用法。好，那先看第一个句子。 着てみてもいいですか着てみてもいいですか着ます。ちょっとつわん。ただ、停心、着て。なお、地へ、見てもいいですかそういったんず停心、じゃあ、見てもいいですかちょっと、可以做する動作を看看ま。ないといいです。OK。はい。では、お前、ちょっと終わりにしよう。はい。マウス、帽子。マウスで大いです。かぶります。 前中話。帽子をかぶってみてもいいですか帽子をかぶってみてもいいですかじゃあ、OK。あなたはが、私月、就是靴。私月の窗は、履きます。あ、前中話。靴を履いてみてもいいですか靴を履いてみてもいいですか開層看看。それがシエツんかいです OK。好。那第三個。ネックレス、じゃあ、顺便。好。顺便は、用します。ネックレスをします。好します的停止して。前日はネてていい、ネックレスをしてみてもいいですかネックレスをしてみてもいいですかうん。所以、手紙品類で、可以用します。してみてもいいですかじゃあ。好。那最後、第四個。 試着します。試着します。試着します。試着してす試着してみてもいいですか試着してみてもいいですか試着してみてもいいですかんだしてみてもいいで着てみてもいいですか試着し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 てみてもいすぎ試すか試着して 太大,嗯大きすぎます。はい。这个呢一形容字的一去掉加じゃすぎます。就是太鼓于、怎么样的意味で。はい。所以大きい。去掉大きすぎます。太大好那どうかの例子第一个、这个衣服呢太鼓。太高い鼓。次は、この服は、 高すぎます。この服は高すぎます。こ衣服太高すぎ好。那第二個。この靴は太小。四穿之后觉得太。小是太小。小さすぎます。好这句话。この靴は小さすぎます。この靴は小さすぎます。好。では、OK。好。那看第三個重要文法。

免税手続き。は、前は。免税手続きができますか免税手続きができますか、うん、じゃあ、OK。あなた D さんがす、取り寄せ。うん、取り寄せは、じゃあ、ほ。が、僕は、じゃ取り寄せができますか取り寄せができますか、うん、じゃあ、情報ある。 嗯所以学这些重要语法就是买东西的时候还蛮方便哦。必备句子有其他的 size 吗他の size はありますか他の size はありますか有没有会讲中文的店員 中国語の話せる店員さんはいますか？中国語の話せる店員さんはいますか？では方主役店な取り寄せに何日かかりますか？取り寄せに 何日かかりますか可以給我分尊用の小袋さい小分けの袋をください。電開,開到て点な。

ジニーよん新四カフクワンカードでお願いします。カードでお願いします。ジニクが包装別々に包んでください。別々に包んでください。

この価格は割引後の価格ですかいらっしゃいませ。何かお探しですか大丈夫です。ありがとうございます。何かありましたら声をおかけください。 いらっしゃいませ。何かお探しですか大丈夫です。ありがとうございます。何かありましたら声をおかけください。この服、試着してみてもいいですかはい。 こちらへどうぞ。いかがですかちょうどいいです。これにします。ありがとうございます。この服試着してみてもいいですかはい。こちらへどうぞ。いかがですかちょうどいいです。これにします。ありがとうございます。 ペイペイホイファ三枚単全部で五千円のお買い上げです。カードでお願いします。お支払い方法はいかがいたしましょう。一括でお願いします。全部で五千円のお買い上げです。カードでお願いします。 お支払い方法はいかがいたしましょう。一括でお願いします。すみません。これ、昨日買ったんですけど、ここが汚れていたので返品できますか すみませんでした。レシートはお持ちですかはい、これです。少々お待ちください。すみません。これ昨日買ったんですけど、ここが汚れていたので返品できますかすみませんでした。レシートはお持ちですかはい、これです。 少々お待ちください。イピエンリーディエポイントカードはお持ちですかないです。お箸とスプーンはお付けいたしますかお願いします。お弁当は温めますか お願いします年齢確認のボタンを押してくださいポイントカードはお持ちですかないですお箸とスプーンはお付けいたしますかお願いしますお弁当は温めますかお願いします 年齢確認のボタンを押してください。はい、皆さん、こんにちは、井上です。最初の鑑賞日本は、餐厅。 因为吃东西好那等一下先看一下跟餐厅、餐饮有关的单字，然后接着看一下、呃，比较重要的语法，然后看一下必备的句子，嗯，有一些方便的，哎、呃，再来一碗呐、啊，嗯，或者我要续杯啊，等等这些的用法，然后最后看一下，哎、呃，旅客跟电影的一些对话。好，那哎、呃，讲义放在说明了。好，大家看完觉得有用，有学到，请帮按赞或者订阅我的频道。 好、那我们开始三个必ペイ団レストランレストラン居酒屋居酒屋喫茶店喫茶店。喫茶店 カフ,ェカフェ和食、和食。洋食、洋食。中華、中華。 食券、食券。持ち帰り、持ち帰り。テイクアウト、テイクアウト。メニュー、メニュー。 お酒、お酒。ソフトドリンク、ソフトドリンク。ビール、ビール。日本酒、日本酒。ワイン。 ワイン、梅酒、梅酒。ジュース、ジュース。喫煙席、喫煙席、禁煙席。 禁煙席愛席愛席おすすめの料理おすすめの料理 A コース A セット A コース A セットラストオーダーラストオーダーしょうゆしょうゆ塩塩砂糖砂糖 わさび、わさび。からし、からし。とり皿、とり皿。おしぼり、おしぼり。ティッシュ、ティッシュ。 クーポン、クーポン。割引券、割引券。点餐注文する、注文する。注文したいんですが。 注文したいんですが「t h 予約する」「予約する」予約する「予約したいんですが」「予約したいんですが」「ちにまいたん」 お会計をお願いします。お会計をお願いします。お感情をお願いします。お勘定をお願いします。お愛想をお願いします。 好、那接着看一下重要语法。好、这一次就只有一个简单。お水のお代わりをください。嗯、就是喝完一杯水。跟服务生说、再来一杯、嗯再来摩摩。是名詞のお代わりをください。嗯、所以水的話、お水のお代わりをください。好、那稍微練習一下。如果是白飯呢。ご飯の おかわりをください。ごはんのおかわりをください。なルゴスピーチョ。ビールのおかわりをください。ビールのおかわりをください。なルゴス茶。お茶のおかわりをください。お茶のおかわりをください。全然ある。あなじさかんいしゃ、必备拒心。必备拒责。 かいけお,しいま、お水をもらえませんかいたい、ま、テイクアウトはできますか

二人有位置吗ここ空いてい,ますかここ空いてまいますすかか写真のメニューはあり写真のメニューはありますか

別々でお願いします。別々でお願いします。入店する。いらっしゃいませ。何名様ですか?。三人です。大人二人、子供一人です。こちらへどうぞ。 空いてる席へどうぞ。いらっしゃいませ。何名様ですか。三人です。大人二人、子供一人です。こちらへどうぞ。空いてる席へどうぞ。注文する。 一、ご注文はお決まりですかすみませんもうちょっと待ってくださいはいそれでは決まりましたらお呼びくださいご注文はお決まりですかすみませんもうちょっと待ってくださいはいそれでは決まりましたらお呼びください ビーペイホイファ三。3. 注文する。二。注文をお願いします。これを一つと、これを一つください。おすすめのお料理はありますか。今日はエビのパスタがおすすめです。じゃ、それを一つお願いします。 かしこまりました。少々お待ちください。注文をお願いします。これを一つとこれを一つください。おすすめのお料理はありますか今日はエビのパスタがおすすめです。じゃあ、それを一つお願いします。かしこまりました。 少々お待ちください。ピーペーホエホアスお皿を下げる。空いているお皿、お下げしてもよろしいですかはい、お願いします。もうちょっと待ってください。空いているお皿、 お下げしてもよろしいですか?。はい、お願いします。もうちょっと待ってください。お会計をする。お会計をお願いします。はい、全部で七千五百円です。 カードでお願いします領収書をくださいはい、お支払いはどうなさいますか一括でお願いします分割でお願いしますこちらがお客様控えと領収書になりますお会計をお願いします はい、全部で七千五百円ですカードでお願いします領収書をくださいはい、お支払いはどうなさいますか一括でお願いします分割でお願いしますこちらがお客様控えと領収書になります b。ベイファイファリオ。並ぶ！大人2人、子供を1人です。すみません。ただいま満席ですので、こちらの表にお名前と人数をご記入ください。順番になりましたらお呼びいたします。どのくらいかかりますか？正確な時間はわかりませんが。 だいたい30分くらいだと思いますわかりました大人二人、子供一人ですすみません、ただいま満席ですのでこちらの表にお名前と人数をご記入ください順番になりましたらお呼びいたしますどのくらいかかりますか 正確な時間はわかりませんが、だいたい三十分ぐらいだと思います。わかりました。ビビリ会話七トラブル。すみません、お箸を落としてしまったので新しいのをください。 この料理は注文していないんですが料理がまだ来てないんですがすみません虫が入っていたので交換してもらえませんかすみませんお箸を落としてしまったので新しいのをください この料理は注文していないんですが、料理がまだ来てないんですが、すみません、虫が入っていたので、交換してもらえませんか